トマコのホットニュース。こんにちは、トマコです。一年で一番寒い時期、大寒を迎えましたが、皆さん体調管理はできていますか？暖かい部屋で過ごしたいですが、適度に換気をして新鮮な空気と入れ替えてくださいね。さて、今回は月下さんからホットなニュースをお届けします。最初のニュースは、あばら男女共同参画の集いについての話題よ。今年で16回目の開催となるあばら男女共同参画の集い。今回はあなたと私歩み出そう、輝く令和の未来へ、自分らしさを光らせようをテーマに、男女共同参画に関する作品コンクールで入賞した作品の展示と授賞式が行われました。感謝状部門には1155点、図画部門には25点の応募があり、厳正な審査の結果、図画部門の最優秀賞には金津東小学校6年生小林大河くんの十人十色が選ばれました。おめでとうございます。表彰状、最優秀賞、金津東小学校6年小林大河様、あなたは男女共同参画の図画作品展に応募され、当初の成績を収められました。よってこれを表します。令和元年12月1日。男性も女性も関係ない、そんな言葉が聞こえてきそうな力強い作品ですね。感謝状部門の最優秀賞はあばら中学校1年生吉田ゆりなさんの作品が選ばれました。おめでとうございます。表彰状、最優秀賞、あばら中学校1年吉田ゆりなさん、ゆりな様、あなたは男女共同参画の感謝状作品展に応募され、当初の成績を収められました。よってご了承します。令和元年12月1日あばら市長選挙賞、あばら市男女共同参画の協会で、友達を持つ幸せが伝わってくる、とっても優しい言葉ですね。表彰式の後には受賞者インタビューが行われ、作品への思いを話してくれましたよ。人に何かの仕事に関わらず、みんなが男性も女性も一緒に仕事ができるような思いで来ました。素晴らしいです。感謝状部門では作品の朗読も行われました。大好きな友へ、毎日会うたびに私の気分はパッと晴れる。話すだけでこんな友達を持って幸せだと感じる。ありがとう、ゆりなより。やっぱり本人が朗読するとぐっと作品に厚みが増しますね。会場も拍手で包まれました。また後半には落語家の桂三仙さんが男女共同参画について落語で面白おかしくお話をし、お客さんは楽しく男女共同参画について学ぶことができました。これだったらトマクも楽しく聞いていられるわね。わしの腹具合が悪かったらお前のケツからへが出んのか。私はおかしい、肩が一人一人が男女共同参画について意識を高め、男女関係なく自分の夢や思いを形にできる、そんな世の中をこれからも目指していきたいわね。さて、ここからはいつものようにあばらの誇る温泉宿をご紹介します。今回ご紹介するのは月下さんです。愛犬と泊まれる唯一の宿月下は、その温泉街の閑静な一角にあります。
2017年3月にオープンした新しい温泉旅館よ。入り口からたくさんのワンちゃんがお出迎え。館内の至る所にワンちゃんがいて、犬好きにはたまらない旅館ね。こちらはラウンジ。昼はカフェ、夜はバーとなる雰囲気のあるくつろぎのスペースで、もちろんワンちゃんも一緒にお過ごしいただけます。ワンちゃんと一緒に時にはご家族での団らんの時間を、時には静かにくつろぐなど思い思いの時を過ごしたいわね。お部屋の中ではご自宅にいるようにワンちゃんも自由にリラックスできます。愛犬との贅沢なひとときを気兼ねなく楽しめるわよ。ゆったりとした特別ルームはとても広く、4人以上で泊まるときにはぴったりなお部屋ね。庭園を眺めながら静かな中でゆったりと気ままに楽しめる、それが月下の大浴場の魅力。ワンちゃんは大浴場に入れないので気をつけてくださいね。室内ドッグランは天候や季節を気にせずのびのび遊ぶことができるわよ。屋外ドッグランは24時間いつでも使えるから時間を気にせず遊べるわね。人工芝でワンちゃんの足にも安心。お部屋以外にも館内各所に愛犬用アメニティが置いてあるから安心ね。月下のくつろぎの空間で愛犬と思い思いの時間を楽しんでみてはいかがですか。続いてのニュースは、小さなキャンバスに美と創造性が詰め込まれた作品展の話題よ。この日、金津創作の森では第36回福井サムホール美術展が行われ、全国から379点の作品応募の中から入賞・入選した200点が展示されました。サムホールとはキャンバスサイズの名称のことで、はがき 22.7cm×15.8cm の大きさのことを言います。このはがき2枚分の小さなキャンバスは一般的に使われる画布の大きさの中でも最小で、箱の底の穴に親指を入れて持ち運ぶことからこのサムホールという名前が付けられたんですって。わあ、どれもレベルの高い作品ばかり。サムホールであればどんな描き方でもいいので、水彩や油絵、スケッチやアクリル画、風景画から抽象的なものまで個性豊かで多彩な作品が展示されていましたよ。多くの作品の中から大賞に選ばれたのは、福岡県に住む芝和也さんの作品、ワニの鼓動。思わず引き込まれる大きな瞳が印象的で、白色をうまく生かした色使い、デリケートに入り組んだ線描など造形作品としての魅力にあふれていると好評されていました。見ていて引きつけられる作品よね。受賞式では作品に込めた思いや受賞した感想を話していましたよ。見る人が少しでも元気になったりとか楽しいなって思えてくれたら、それもまた嬉しいことだと思います。これからもそういう作品を作れるように、自分の作家としての生命の鼓動が続く限りに作品の制作をしていきたいと思います。同じサイズだからこそ個性が光るサムホール美術展 in 金津創作の森。まだ行ったことがない方は来年こそぜひその小さなキャンバスに凝縮された美を堪能してみてはいかがですか。
今回は第16回あわら男女共同参画の集いと第36回福井サムホール美術展 in 金津創作の森の2つの話題をお送りしました。では次回またお会いしましょう。